通、押しボタン信号はこういう感じで、ある程度の幹線道路を横断するための横断歩道に設けられるため、交差する方向には歩行者信号機が向いています。今回紹介するのは、歩行者用の押しボタンが設置されているのに、歩行者用信号機がない押しボタン式信号です。早速見てみましょう。大阪府富田林市にある府道202号を奈良県御所方面へ向かう途中にそれはあります。今の普通に見ている分には何の変哲もない押しボタン信号交差点がそれです。では交差点をじっくり観察してみましょう。この押しボタン信号交差点は、片側1車線の幹線道路と車1台分の幅しかない生活道路が交わっているところにあります。交差点の周辺には小学校、私立学校、幼稚園が密集しており、通園通学の児童が安全に通行できるようにこの押しボタン信号が設けられたようです。では信号の動作を見てみましょう。通常この交差点では幹線道路側の信号が黄色点滅、生活道路側の信号が赤点滅となっています。つまり押しボタンを押さない時の動作は一灯式点滅信号と全く同じです。押しボタンを押すとすぐに幹線道路側の信号が赤になり、生活道路側が青信号に変わります。歩行者が安全に横断できるように押しボタン信号にしてあるはずなのに、交差道路側に歩行者用信号機が向いていないどころか、車両用信号機にも押しボタン式とも何とも書かれていないんですね。地元民しか通行しないだろうから、特別に表示板がなくても押しボタンの存在は知っているだろうということなのでしょうか。で、今紹介した通り、交差道路側に向いているのは赤点滅の車両用信号機のみとなっています。では突然ですが、ここで問題です。この交差点では普通の押しボタン信号交差点と異なり、歩行者用信号機が設けられていないため、歩行者にとってある利点があります。それは普通の押しボタン信号でやってはいけない、あることをやっても法律違反にならないというものです。そのあることとは一体何でしょうか。答えは、ボタンを押さずに交差点を横断しても信号無視にはならないというところです。普通の押しボタン信号交差点では、歩行者側には赤信号が向いているので、歩行者はボタンを押して歩行者用信号機が青になるまで横断してはいけません。ですが今回の交差点の場合、歩行者は赤点滅信号に従って交差点を横断することになります。赤点滅の信号で交差点を渡るとき、歩行者は左右の安全に注意して通行してよいと法律で定められているので、通常の歩行者用信号機がある押しボタン信号とは異なり、歩行者はボタンを押さずに交差点を横断しても構わないのです。もちろん安全に通行したければボタンを押して幹線道路側の車を止めることもできるので、歩行者にとって利点が多い信号の運用だったりします。まあ欠点としては、押しボタンだっつってるのに歩行者用信号機がないので、一部のお宅は言葉にできない違和感を抱えることになるところですかね。というわけで、一見歩行者に不親切なように見えて、実は歩行者にメリットが多い押しボタン信号交差点のお話でした。いくら押しボタンを押さなくても信号無視にはならないとはいえ、幹線道路側はある程度交通量がある道路なので、素直にボタンを押した方が待ち時間は短そうに感じました。また押しボタン信号交差点において歩行者信号が設置されていないのはかなりレアケースで、大阪府内ではここ以外で見かけたことがありません。これより変な押しボタン信号機を見つけたという方は、ぜひコメント欄でお知らせください。それでは最後に、この交差点で撮影した映像を流して終わります。